桜ゆきさんです。どうぞ拍手。はい、東大生、現役東大生アイドルやってます桜ゆきです。よろしくお願いします。桜ゆきさんは、今東京大学文化三類の2年で学業に励みつつスチームガールズ、そして街角ケーキジャパン、はい、というグループでアイドルとしてご活躍されています。街角ケーキジャパンはちょっとまだ結成されて1ヶ月ちょっとなんですけど、世界中のメディアから注目されてしまったユニットで、平均株価に応じてスカートの丈を変えるっていうコンセプトで、9000円台がロングスカートで、1万円から1万1000円台がミドルスカートで、1万2000円台がミニスカートで、1万3000円台でスカート脱ぐっていう、そうなんですよ。でももはや今1万5000円台なので、スカート脱いで今ずっとライブしてるんですけど、WMX 聞いたことないよって人今どれぐらいいますか？わー、なるほど。じゃあ練習するしかないですね。この方もいらっしゃったんですけど、土川のファンの方々もすごくたくさん集まってくれて、なんかすごく自分のホームっていうか普段通ってるところでライブするってすごくなんかこう普段自分が周りにいる人たちに自分が別の世界でやってるところを見せるっていうのですごく緊張してたんですけど、予想以上にみんなが駆けつけてくれたので、いつも通りできたかなって思います。駒場祭は暗かったんですよ。季節的に時間は同じなんですけど、駒場祭の時は真っ暗で、なんかこうお客さんがたくさん集まってるのは見えたんですけど、なんか一人一人の表情とかまでは分からなくて、こう割となんかこうふわふわした感じでライブをしてたんですけど、今日はもう明るくて一人一人の顔が見えて、でなんかキャンパスが大学の同じクラスの人とか高校の同級生とかも集まってたりして、なんかうわっ見に来てるって思って緊張しちゃいました。もうクラスの子たちと自分のファンが一緒に「ゆきちゃん」って言ってると思って、ちょっとおかしかったです。結構自称アイドルみたいな感じでこう笑いの種にされてたんですけど、なんか本当にアイドルやってるのみたいな、自分で言ってるだけじゃないのみたいなのがあったんですけど、もう実際今日ステージ立って、ステージ見せるぞって気持ちで立って、なんか周りの反応とか分かんないくらい立った時は緊張してました。で終わらないで、なんかもうちょっと見たいなって思ってもらってれば嬉しいです。なんとかしてきて、もう徹夜とかでもやったりしてきたので、なんとか持ち前のもうストイックさだけでは誰にも負けない自信があるので、もう持ち前のど根性でなんとかします。そしたらもうパームスもすごく近いので、もうパームスまで自転車で通えるかな。自転車でパームスに通うのが夢というか楽しみです。もっと曲数やりたかったなっていう、ちょっと若干なんか出し切ってない部分もあるんですけど、なんかこれをきっかけにパームスとか来てくれたらなって思いました。自分が東大とアイドルを両立をどういうふうにしてるかみたいなところを話そうかなって思ってたんですけど、それはまた別の機会にとっておきます。